さあ配信に出てくるコモリティさん、本戦では初めてですね。そうですね、このカード自体もちょっとやるの初めてらしいんで。ザキコモリティ、へえ、まあどういう試合を見せてくれるのか楽しみですね。見どころですね。さあキャラが気になるところですが、何使うんやろう、ね、ザキさんもリザードもあるし、デデデデ、まあデデデなのかな。さあ当ててみましたロイをかぶしていって、さあ FE サーガー帰り、そうですね、どういう感じの、まあ、活躍を見せてくれたので、うん、今回にもこうお期待ですが、さあ1本目はスマムラ、じゃあザキこもりきり始めていきましょう。さあお互い様子から入って、さあこのカードはどうなるのか、ザキさん果敢に掴みに行くが、こもりきさんロイの前管理がとってもうまいですからね。この空エネがすごい強い、そうですね、あんまりカード差しも不利ないみたいな話は。さあ掴みを透かしてクエヌで、いったがクエヌをセンターで、センターで、さあちょっとデデが苦しそうか、果敢に掴みに行くが、しっかり回避を見てクエヌで刺していって、1回触った時の火力が高い。さあ LB を置いて、掴みも置いたがそのままがいいね、回避が。さあガードからしっかり下強で反撃して、先ほど食らった技を食らわないと。さあクマで差し込んで、パーセント的にはちょっとダキさんがきついか。さあクマで外に出し、そうですね、前回からそうなんですけども、コモディヒリさんのロイなんですけど、外に出してからの崖の展開がすごい上手くて、いろんな殺す策も出るんで、さあ DA 置いて、 DA 引っかかると怖いよな。そうですね、太いタクですね、多分あれ当たると激しますよ ね。さあ攻撃上がりをしか見て、ガードから前投げ、さあゴールドを置いて、さあ欲求、これは何かに触ってしまうとバーサスしてしまうのか、タグを置いて、まあ、ではそうですね、このまあローリスクというのも可能ではないか、空母をしっかり当ててバーストしていきたいところですが、さあ空母、空母の間に空母刺してバーストしたかったが、とウェビーの行しっかり空母で刺してバースト、さあ下スマッシュっていったが、ジャストガードで対策して、さあ吹きは少し辛いか、と空母振って、まあ果敢に空母、この後好きのなさですね。本当にないな。佐々木さん本当空母の当て方というか振り方がすごい上手くて、まあリスクのない当てたら撃墜できる格好をしっかり通していく。マミです。続けど下スマッシュ。さあこの場合は下スマッシュの範囲内だと言わんばかりの下スマッシュを決めていって、まあ状況としては佐々木さんがパーセント食らっているが、そこは1-1ですね。さあ下強で上がって、この回避を押し込んで、さあこの差し合いが、お互いの間合い管理の力が楽しみですね。さあ下投げで空前から、おっと空上に押し込んで、さあ掴み、ダッシュガードから掴みを狙いたいザキさんなんですけど、それをコモリキさんしっかりしてますね。さあ空上置いてちょっかいかけたが、とまずさあ空上の折りで、あっと横差しを振っていったが、怖い怖い、しっかり裏に回って、さあ崖が少しきついか。さあジャストガード空上を当てていったが、ちょっと入らなかったですね。さあこのまま使い透かして、さあゴールド崖が、あっと空上でしっかりちょっかいかけていって、さあ空母を見たけど今のはちょっと遅かったですね。さあ崖を上がりたいところですが、コリキさんの崖の上がらなさですね、徹底しますね。そうですね、本当にしっかり前見てますからね。さあ崖奪いから特前を当ててバーストしていく、いやーうまいですね。今まで見せてなかった崖奪いのタックをこのバーストしたいところでしっかり通して、ここぞと言わんところで出してきましたね。そうですね、ちゃんと空前も根元当てで一本取っていったのはコモリキリロイ。はい、もしっかり崖見ているコモリキリロイに空上空後でちょっかいかけて、
なんとか上がろうとしてたんですが、まあ、1本目は小森木さんが上回ったということで、ここからどう対策していくかですね。キャラはこのままですね。ステージは先ほどと同じくスマムラですね。さあ1本割って対策が入っていく2本目。さあ弱弱した強から掴みを通して空前から船の振ったが空前が当たってしまって、コンボが火力、コンボが語彙力、俺の高すぎる。さあ空前の果敢に先ほどと違って攻撃をしっかり振っていますが、まあ空母で対空して空前からと DA 先端ですね。これいや、この ND のね後突きが非常にないんで、まあ、フリードクかと思いますが、多分これもしっかり入れてる小森さん、キリさんの力があってこその読み合いになっているんですが、とかおると何か当たんねえ。あっと海一気に空母当てて、まだ終わらへんよったのは、そうですね。何か当たってね、当たったな。さあ空母、あー先ほどと同じくこの展開が少しきついか。ちょっとクーエルでいったが今日で対空して、さあゴルドと一緒に降りていって、さあクーエル投げるがしっかり見ている。あっと回避上がりをしっかりで横強根元でバーストしていく。さあ状況としては5分ですね。さあ空上から掴みをなってジャック、ジャック2段目入らず、さあ LB をっていったがしっかり裏に回って対策していますね。さあ横強って、さあこのお互いの管理力ですね。この辺ちょっと実況しにくいんですけど、やっぱり試合の醍醐味といいますか、はい、大事な部分ではあるんでね。そうですね。さあ崖前のタクを見せていって、さあ先ほどと同じタクは食らわないぞとジャンプ上がりしたところをしっかり空上させて、さあ横強をガードして取ってクーエヌを置いていったが、ここは足らず。さあクーエヌで対空してとクーエヌの後突きをしっかり掴みで、あーっと今のは転がり上がり見たがジャストガードが間に合ってしまって、さあ空母これっすね、この崖で殺しきりたかったですが、さあ形勢逆転、さあどうなってしまうのか、横スマッシュ、近場回避をしっかり見て待ってましたと言わんばかりの横スマッシュを決めて、日本練習したのは小森木選手ですね。配信台が来ました。